クローバーネット TV サイクロチャンネルをご覧の皆さん、こんばんは。武田邦彦の本当の話、4月13日第7回放送です。私はアシスタントを務めます倉島桃子です。どうぞよろしくお願いいたします。この番組はクローバーメディア四季スタジオからお届けしています。それでは早速、この番組のメインにいらっしゃいます武田邦彦先生をご紹介したいと思います。武田先生、今回もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ先生、今日は新しい本の話からスタートしたいと思ってるんですけども、老いの、老人の、老人の嘘というタイトルで、失礼しました、科学者が解くっていうところがまたどんな風な結びつけがあるのかなっていうのが今日、そうですね、今度産経新聞出版から老人の嘘、老人に鍵括弧ついてるんですけど、老人というのは存在しないと、高齢者とか老人というのはもともと嘘だという本なんですけどね、僕は今まであんまり自分で書いた本を、こういうふうに宣伝したりなんかすることほとんどなかったんですね、恥ずかしいっていう感じで。だけどなんでだろうなっていうのが最近よく分かってきたのはですね、僕はいつもそういう普通のことと違うことを言うもんですから、編集者がねこんなこと言っちゃ困るとかね、これやめてくださいとか結構あるんですよ。そういうところを書き直していくんですよ、それで最初に書いて原稿を出した時はもうすごく自分の本としてプライドがあるんですけど、出す頃になると嫌になっちゃってますでもね、嫌になって、でもテレビなんかもっとそうですけどね、もう差し障るやつは全部カットでしょ。それ何のためにテレビ出たのかよくわからないと。で、人と同じこと言えばそれは通るという世の中でね、何しろバッシングの世の中ですから、もうそんなことばっかやってるんで全然知的興味も湧かないですよね。テレビのバラエティなんか出てね、僕が一番自分としても自制してるんですけど、僕はどうしてもやっぱりテレビのな話してる内容に興味持っちゃって、そう興味本位で言っちゃうんですね、そうすると放送はビジネスでやってますから、それとのねやっぱりズレがあってね、非常に苦しむんです。その点で最近この今度の老人の嘘とか、この前の人生論みたいなやつありましたね、それからその前のナポレオンと東条英機、この3つをね推薦したい理由はね、今まで世話になった編集長の人に悪いんだけど、この3つはやっぱりほとんど僕の考えのまま書かせてくれた、出版まで来たという本ようなことでですね、ちょっと宣伝もする気になっとるとこういうこと。中身を少し見させていただいたんですけども、この番組で取り上げたような話題も載っていることに、ちょっと勝手な親近感というか、この話にしたっていう感じで、1月2月に書いてましたからね、だからこの番組とちょっと似たところもあるってことですね、ぜひ興味のある方は手に取っていただければなというふうに思います。さて、それではですね、お話次に移りたいと思います。今回は話題がたくさんありまして、もう駆け足な感じになってしまうかな、なんて思ってるんですが、快速休校で行こうと、まずはホットな話の時事問題で国内編となります。最近のニュースはもちろんなんですけども、視聴者様からのご質問なども参考にしながら、用意さ、してるんですが、まず初めはこちらです。上から19歳警察官が先輩警察官を射殺、応急処置中の女性看護師に土俵から降りるようアナウンス、そして島根で地震、発生確率は停止中なら原発は安全かという、この3つの話題なんですけども、まず1つずつ簡単に概要の説明をしながら先生の方にも解説していただこうと思うんですけども、まずは19歳警察官が先輩警察官を射殺、この概要です。滋賀県彦根市の彦根署川瀬駅前交番で11日の夜、41歳の巡査部長が拳銃で撃たれて死亡しました。翌12日未明、容疑者として同じ交番に勤務する19歳の警察官が逮捕されました。罵倒されたので撃ったなど容疑を認めているということです。ということで、この番組を聞きの人はね、19歳と41歳だから、絶対に考え違うなと。そうですね、ここで婚前交渉は是が非か、もう20年も開いたらね、正しいことは違うんですよね、だから正しいことというのは人によって違うんだと、いうことをその19歳の子にですね、僕が教えてあげられればよかったんです。だけどもっと重要なことね、こういうニュースを聞くときにね、そんなひどい19歳のひどい若者がいたな、最近の若者はと、そっちに行っちゃダメなんですよ、そういう事実を把握した後、自分にこう帰って、
よって多山の石かななんかっていうふうに、はいね、この事件はどういうふうに僕は見るかったらね、非常に多くの人がね、自分が悪いという人、自分が悪いと思ってる人、憎い人、そういう人に影響されて自分の人生を不幸にするんですよ。もうそれ非常に多いっていうか、もう普通のことなんですね。この例もそうですね、はい、19歳の警察官は41歳の先輩警察官が憎らしくて撃ったわけですよ、はい、憎らしくて撃つってことはどういうことかっつったら、憎らしい相手のためにもう自分は殺人犯になっちゃったから、全部人生19で終わりでしょ、まあ言ってみれば。そうですね、だから憎らしい人にがいるから自分の人生がをダメにするっていう、これね、人間の心理のね、一般的な動きなんですよ。僕はね、そう言ってまあ言われるわけじゃないけど、はい、そういう仕組みを随分昔から分かってて、で自分の憎い人、例えば自分の憎い人の悪口を言うと、その悪口は必ず自分に返ってきますよ、他の人からね、はいはい、これもやっぱり憎い人がいるから憎い人の悪口を言う、言ったらそれが他の人に言うでしょ、その人じゃなくて、はい、それが武田あいつ悪口ばっかり言ってるとこうなるでしょ。だからそれはよくよくその構造を考えてみると、憎い人がいるからといって、その憎い人のために自分が不幸になる、もう大体はそうなんですよ。だからこの人もね、本当にこう41歳の警察官が憎かったら絶対撃っちゃいけないんだけど、自分の人生のこと考えれば、だけどそこまでこう下がって考えられない、それでこういう事件になりますね。ですからこの事件を今日まあここで取り上げていただいたんで、ぜひこれを聞いている皆さんはですね、ちょっと生活の周りを見てみて、自分が相手が悪いと思う人とか憎い人のためにね、言ってみれば自分の人生がダメなんです。まあ、私がよく言うのは、小学校の6年生の時に担任の先生に、お前はバカだからと、まあ、これもひどいけど担任の先生そう言った、はい、したらその小学校6年生の男の子はどうなったかっつったら、あ、ひどいことを言うと先生は、そこまでいいんですよ、じゃあ俺バカになってやる、これが実はね、本当の人間の心の動きなんですよ。でその子は勉強もしない、登校もしない、あの先生に、まあ、仕返しをするために自分の人生を犠牲にする、これはまあ有名な話なんですよ ね、 そうですね、まあ、それに気をつけなきゃいけないなと思うのがいいんじゃないかと思います。そうですね、はい、まあ、この話を聞いて、私なんかは新入社員が入ってくる時期でもありますので、そういった、まあ、同じような場面がきっとあるかななんて思うとね、うね、はいはい、これをちょっと参考にしていただければと思います ね、はい、すね、はい、では次いきましょう、はい、次もですね、視聴者様からの解説を求める意見というのがありまして、応急処置中の女性看護師に土俵から降りるようなアナウンスがあった、そうですね、というこの話ですね。はい、で概要なんですけども、はい、4日、京都府舞鶴市で行われた大相撲春巡業で、挨拶に立った舞鶴市長が突然倒れました。応急処置のため土俵に上がった女性に対し、女性は土俵から降りるよう数回アナウンスがあり、口頭でも注意があったようです。なお応急処置に上がった女性のうち少なくとも1名は看護師だったとのこと、はい、ということで、そうですね、まあ、まずは市長さんがご無事で良かったというのが、はい、まあ、ニュースでも思ったんですけども、はい、これは地上波でも私ちょっとコメント言いましたんでね、はい、まあ見方2つあってですね、まあ、1つはこれは男女平等とかそういう話じゃなくて全然違って、はい、うん、まあ、男性と女性が世の中にいるので、はい、まあ、女性だけで男性は入らないと、まあ、男子禁制、まあ、いくらでもあるんですよ、はい、まあ、オイランの化粧してる部屋とかね、全然ダメなんだけど、それからまあ、男も女人禁制があってね、それでこの場合でも女性は汚れてるからっていうのは後からつけた理由なんですよ。もともとですね、室町時代ぐらいは、男性の相撲と女性の相撲があったんですよ。なんでそんなことになってたかっていうと、見せ物だったんですよ、うんうん、要するにお化け屋敷みたいなもんだったから、はい、だから女相撲男相撲があった。ところが、男の方が考えてね、これ見せ物から脱しないで大きくならないというんで、神事、神のことにして、そして土俵を神聖にして、そして見せ物じゃなくて、まあ当時スポーツっていう概念ないけど武道みたいにしたわけですよね、はい、相撲を武道みたいに、はい、見せ物から武道へ、そういうふうに変えた時にですね、その女人禁制もやったし、いろいろやったわけですね。それは相撲というもののイメージをつけるためにやったわけです。それでそのあれが成功してですね、
女相撲がなくなって、うん、相撲が見せ物から武道みたいなスポーツに変わった、はい、その伝統が今引き継がれているわけですね、はい、ですからその問題が一つとね、うん、もう一つこれはあの大変にテレビで言うには冒険的な発言なんですが、はい、人の命を守るのは全てに優先すると言いますけどね、はい、この世の中っていうか人間の魂っていうのはですね、命よりか大切なものもあるんですよね、はい、ですから、もちろん子供を育てる時に自分の身を犠牲にするっていうようなこともありますしね、はい、全てにおいて人生っていうのはそれほど簡単なものじゃないわけですね。ですから、まあ、多くのテレビのコメンテーターが非常に僕に言わせれば少し、解説が浅いなと思うことあるんですけども、はい、それ歴史的なこととか、うん、それから我々は何を大切にして人生を生きるのか、もちろんお金じゃない、命でもあるかつそうでもないかもしれないんですね、もっと大切なことって我々の魂そのものなんでね、まあそういうことも今度このことで深く考えなきゃいけないし、それから調子に乗ってどっかの女性の市長がね、なんで私に上がらせないんだって、いやあなたね室町時代になって女相撲を始めてくださいよと、それでそこからちゃんと歴史を見てね、そしてどういうふうになるか、これはもうヨーロッパの女性観と全く違うね、女性蔑視でそうしたわけじゃないですからね、まあ、そこのところも考えた方がいいんじゃないかと思います ね、 そうですね、まあ、多くのコメンテーターも私も実は朝からいろんな番組で聞き比べをしてたんですけども、やはりあの感情論になってしまうと本質をやっぱり見抜けないんじゃないかなっていうのが、これはもう武田先生と一緒にあの番組させていただいた上の感想なのかと自分でもハッと驚いたことがあったんですけど、ちょっとそんな見方をねしてみたいなと思いますよね。はい、では次に参りましょうか。次はですね、島根で地震ということで、はい、地震の発生確率は停止中の原発は安全かということなんですけども、こう概要ですけども、はい、9日未明に島根県西部を震源とする震度5強の地震が発生したというニュースです、はい、こちらもですね視聴者様からの質問がありまして、まず島根の西部地域で大きめの地震が発生すると思わなかったということと、政府の発表した大地震発生確率の高い地域だったのかというものですとか、はい、まあ、大きい地震のたびに原発の情報が伝えられますけども、はい、止まっていれば安全なのか、はい、そもそも地震のたびに心配するような施設はもう嫌だとかですね、はいはい、一体日本はどこが安全なのかといったようなご意見もあったということなんですけども、はいはい、ですね、最初の問題は簡単でね、はい、島根の発生確率が低かったのは阪神・淡路大震災と東北大震災の前までなんです、はい、それで慌てて少し上げたんですが、もともと地震なんか全く予知できない、確率なんか出せないのにずっと嘘をついてきたわけですね、金出すために。だから打ち出の小槌って有名な地震学者言ってますけど、本当に打ち出の小槌なんですよ。あそこがどのくらい地震の確率があるって言ったら、それすぐお金が出てくると、その税金を引き出すためのものが地震の確率であって、真面目な学者だったらどこでも地震が起きますと。でそのどこでも地震が起きますっていうことは、なんか今度機会があったら説明します。それからどこでも地震が起きるときに日本人が安全に住む住み方というのも今度時間がありましたらやるんですが、今日はちょっとあれなんでね、はい、もう一つ停止中の原発は安全かと、これはもう危険です。福島原発は爆発したときに止まってました、はい、止まってたのに爆発してました、はい、これを今関西電力が嘘ついてると盛んに僕なんかこう言われたり、あの関西電力は本当ですかと言ったりしてるんですけども、関西電力は今あの地震の時止まれば安全だと言ってますけど、福島は東電はですね、東京電力は福島は止まってたと言ってます、爆発する前に、はいはい、僕もそう思いますね、はい、でなんでかって言いますと、止まった後崩壊熱が残るんですね、うん、この崩壊熱で爆発するわけですよ。停電してますからポンプ動きませんから、はい、ですから崩壊熱で爆発するっていうことがもう福島原発で確定したっていうことはですね、停止の期間がまあ10年あればいいと思いますね。ですから一番いいのは今原発の運転をやめて、でじーっと10年は危ないなと思いながらあのそう置いといて、で10年以内に大きな地震来なかったらほっとして、そしてのけていくというのが正しいでしょうね、僕はそう思います。もうね、これ技術問題だから、はい、技術問題っていうのはですね、儲けとか思想とか入っちゃいけないんでね、うん、安全ならやる、危険ならやらないいうふうにしなきゃいけないと思いますね、うん、特に関西電力が、うちの原発は PWR だから、
制御棒が停電した時に落ちてくるから安全ですという説明はですね、早く関西電力は撤回し謝ってほしいと思っています。そういうことですね。はい、はい、ありがとうございます。はい、それでは今日は、次の話題もありますので、はい、国内編から移ってまいりましょう。そうですね、はい、もうニュース最近すごい多いんですよ。すごい多いんです。大きいニュースばっかなんですよ。はい、皆さんもきっと気になっていると思うんですけど、時事問題の今度は海外編の話に参りますね。はい、ね、はい、まずはこちらです。はい、シリアで化学兵器使用というお話、こちらからいきたいと思うんですが、概要から説明してまいります。はい、シリアの首都ダマスカスの近郊東グータ地区で7日空爆があり、その際に化学兵器が使用されたという疑いがあると報じられました。シリアのアサド政権やロシアはこの情報を否定しており、アメリカやフランスの制裁の可能性、フランスは制裁の可能性を示唆していますということで、シリアだけでなくロシアやアメリカ、フランスなども出てきて、まあ、どういうふうな構造になっているのか、また真相はというところが気になるところなんですけども。そうですね、まあ、シリアは本当はゆっくり説明したいんですけど、はい、政府、アサド政権ですね、はい、反政府軍、これはもうダマスカスのすぐ横にいるんですけどね、はい、それから昔は IS、イスラム国、それからクルド、はい、まあ、それからサウジからの応援部隊とかって、もう非常に複雑なわけですね。はい、簡単に言うと、政府軍はロシアが応援している、反政府軍はアメリカが応援しているっていう、そういう構図なんですね。はい、で、今度、シリアの政府軍が、化学兵器を使ったという、まあ本当はこれフェイクニュースだと僕思います。うん、嘘のニュース、これをどこが流したかったら、欧米を中心にしてマスコミに流しました。ですぐ調査団が、シリアに入ったんですけど、化学兵器で死んだ子供はいないっていうね、病院にもない、いないという発表があったりしてます。で、それところがね、これが非常に大きな問題なのは、アメリカはこんな化学兵器使うのけしからんから政府軍を爆撃するぞってやったわけですね。はい、そしたらロシアが、いや政府軍を爆破するなら ロシアも黙ってないよと、こう言ったんで、一時、今から1週間前ぐらいにですね、アメリカが攻撃したらロシアが反撃して、シリアをきっかけに第三次世界大戦が起こると言われた時期がありまして、はい、株価なんかも急落しましたね。金も暴騰しました。うん、ところがですね、両方ともこれは嘘だって知ってるんですよ。この前にイギリスとロシアの二重スパイがイギリス南部で殺されたっていう事件があって、これも同じ経過たどってて、多分イギリス政府が出したフェイク、嘘なんですね。で、もうお互いに外交官の追放活動をやってる時に今度これが起こったから、だからちょっと危険な状態ではあるんですが、まあ鎮静してきましたね。それでトランプ大統領っていうのは、ちょっと皆さんと全く違うんで、これも時間があったら解説したいんですが、平和主義者なんですよ、あの人。はい、で、今アメリカは1年間の間、平和主義者のトランプ、なんとか戦争しないでというトランプと、戦争したいしたいっていう軍産共同体の連中が戦ってきて、今まではオバマ大統領とかヒラリー・クリントンなんかは、その軍さんからお金もらって、いっぱい証拠あるんですけど、お金もらって戦争してきたんですね。アラブの春なんかもそうですけどね、リビアなんかむちゃくちゃになりましたけど、それじゃなくてトランプはどっちかったら市民側、アメリカ国民側に立っておりましてね、それでやってますから、トランプもう一つ踏み込みますね。今2段まで踏み込んだんです。はい、NHK が本当はこのニュースは嘘かもしれないってやってくれたら一番いいんだけど、言わないから僕が言った。ところがもう一段奥はですね、それを承知でトランプが巡航ミサイル撃つぞって言ったんだと思います。というのはなぜこれを言ったかというとですね、アメリカの戦争賛成派がね、やっぱり力があるんですよ。で、彼らに今度は彼らを騙さなきゃいけないんです。だからそのトランプはね、戦争する気ないけど、その奴らがもう戦争したくてしょうがないから金儲かりますからね。それからもう一つあるんですよ、アメリカはシリアに随分金かけたのに何も得ないで引き下がるのかっていう、そういうのがあるわけ、利権派が。はい、これも極めて強力に言ってるんですよ今。うん、で、引くに引けないんですよ、シリアからね。だからそういうためには嘘をついて引くというのがあって、その高等戦術をトランプがやってんじゃないか。だからトランプ大統領はロシアには話しつけてると思います僕は。うん、今からこう巡航ミサイル撃つぞって言うから、うん、これちょっとあれだからちょっと分かっててねと、
こう言って感じで、そうそうそう、外交っていうのはそういうふうに進みますんでね、まず化学兵器を使ったからけしからんと思ったらまずいけないということですね、はい、それからこれがフェイク嘘じゃないかと疑わなきゃなんない、嘘の原因はどこにあるか、はい、でさらに今度はアメリカ大統領が言ったことがもう一個違う作戦に乗ってんじゃないかっていうこともね考えなきゃいけない。だから中東の問題を話すとすぐ10分15分経っちゃうんですけど、はい、まあ、そういう中での国際的な競争であるということですね。今後もちょっと注意して、非常に注意しなきゃいけません、ね、もうすぐ注意しますね、はい、それでは次の話題もです、はい、バーレーンで過去最大規模の油田発見というニュースなんですけども、バーレーンの国営通信によりますと1932年に石油採掘を始めて以来最大の油田を発見したというニュースなんですが、まあ、先生が今までもずっとおっしゃってきた通り石油はまだまだありそうということで、まあ、これからの石油の価格というのはどのようになってさらに世界にどのような影響があるのかというところの話なんですよね。なかなかいいね今ね質問でね、はい、もちろん石油はまあ今から10万年ありますから計算上600万年だから10万年ぐらいあるんですけど、だからいくらでもことが出てくるんですね、はい、だからまあもちろん方向としてはいい。それから今いい質問はね僕ちょっと台はもらってんだけどそういう質問が来るとは知らないで別のこと言おうとしてたんですけどね、今タイミングはね抜群なんですよ。今ね67ドルぐらいになってるんですよバレル、はいはい、ちょっと67ドルすったらね、まあ、全員石油関係全員にあまり良くないんです。だから今ねどん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 空売りがね、石油の空売りがもう史上最高なんですよ、はい、これ空売りがあるってことは下がるっていうことを言ってるわけですね、うん、はい、でねこのニュースはもちろん片方ではもう非常に正常、カタールみたいなちっちゃな国でバレンなんかちっちゃな国でダーンでかい石油が見つかるぐらいいっぱいあると、石油はね掘ればこれはいいと。ただね800億バレルってこれは今の一番でかいのガワールっていう電と同じなんですよ。でねこの数字はね僕は信用してません、まあ、500億と億か、まあ、1000億か、まあ、それんじゃないかと思う。でこの800億っていう発表はねガワールを睨んで、やってんだと思うんですよ。それでこういった発表は非常に難しいんです。だから本当は、まあ、日本のテレビ局がね835とか言ってるけどもこれは本当は500かもしれないし300かもしれない1000か2000か分かりませんと。ただ政治的には800と言ったのが一番いいんで今の石油価格安定させるためにはそういう狙いがありますから。だからさっき のシリアもそうだけど1段2段とありますからね。本当はまあ、この本当の話ですからいいんですけど、はい、ニュースの時にちょっとでも言ってくれればね地上波が、はい、分かるんですよ。800当てになりませんからねぐらい言ってくれるんだけどここで言わないからね。だからそういう内容です。だからまあ僕らとしてはまず石油はたっぷりあるってこと、はい、うん、まあ、このガワールだっても100年も掘ってるんですからまたこれ100年ぐらい掘りますからね、はい、だからそれはもう十分にあるってことと、うん、それからやっぱり量なんかはなかなか難しくて出てくるのこれ国家の井戸から石油出てくるのは 2,30 年かじゃないかと思いますけどね。それももちろん悠々大丈夫ですね。でまあ石油価格がだから67ドルからちょっと50ドル切ってくるかなと、まあ、僕らの生活だったらガソリン価格ちょっとまた130円ぐらいになってくるかなと、まあ、そんな感じです。と一つ私気になるのはですね、はいはい、最近のニュースで南鳥島でもレアアースが見つかったという話題が最近ありまして、ああ、まあ、そういったいわゆる第三とか別なまあ資源という問題とこういった石油の問題というのは今後どのようにこう、もうレアアースなんて山ほどあるんですよ、うん、レアってつけたのはね珍しいつけたのはね一番最初見つかった時ねちょっと珍しかっただけであって穴がもうどこでもあるんですよ。だから南鳥島にあるなんて何のニュースもならないんだけど、うん、まあ、一応日本は資源が足りないとみんなが思ってるからあったっていうと、だけど南鳥島はせっかく陸地になりましたからね、はい、あれも大切にして、200海里漁業水域を確保すると一番大切ですよね。はい、まあ、まだまだこういった資源の問題もありますので皆さんもニュースを見るときにはちょっと深く一段踏み込んだところで、はい、見ていただいて、だからなかなかね踏み込もうと思ったって普通の人は800億バレルってだって分かんないでしょ。なんかそうですよね。だからやっぱりまあこのニュースを見てくれるってこの竹田君の本当の話を私がちゃんと本当のこと言いますから、そうですね、はい、説明を随時聞いていただきたいと、はいはい、それではここでお知らせを挟みたいと思います。前回までに引き続きましてバイタルアクト様からの番組応援をいただいておりますので早速ご紹介いたします。武田先生のお話で私たちが元気になるように弊社もこの国の元気のために力を尽くしたいと思います。ということでサプリメントのバイタルアクトでは
綺麗な肌と健康を保ちたい方にぴったりの製品をご用意しております。完璧な栄養バランスで美肌を内側から作り、あなたの健康レベルまで底上げします。まさに一石二鳥、本当のサプリは飲めばわかります。お得なキャンペーンを実施中です。定期購入がお得、回数に縛りはありませんので、2回目以降いつでも解約できます。では引き続きみんなで番組を楽しみましょう。番組ホームページと YouTube の詳細の部分にリンクがございます。ということで、バイタルアクト様のお知らせでした。番組の応援、誠にありがとうございます。クローバーメディアでは番組を応援してくださるお店や企業を随時募集しております。クローバーメディアまでぜひお問い合わせください。それから番組を個人的に応援できないかという声も実はいくつか上がってきておりまして、これも大変ありがたいお話なんですけども、クラウドファンディングですね。そうなんですね。お気持ちをいただけます際はですね、番組メールフォームからぜひお知らせください。折り返しスタッフよりご連絡をいたします。皆様からの番組応援、心からお待ちしております。さあ、お知らせは以上ということで、続いてのお話に参ります。はい、続いては本当の話の生活編ということ。生活編、はい、ちょうど今の時期にありそうなお話なんですけども、視聴者様からのご質問をまずは紹介したいと思います。まあ、立場の違うお二人の方から別々に質問をいただいておりまして、まずはお一人目からです。4月になりまして、就職や転勤などで新しい職場に行ったり、進学などで新しいクラスに入ったりしますけども、私は昔から人と馴染むのが苦手なので、いつも苦労し、帰る頃にはヘトヘトになっています。新しい場所に早く馴染めるか、もう少し気楽になる方法はないでしょうか、というところなんですが、そうですね、先生はどう思いますか。まあ、非常に簡単に言えば、私がそう言うと今の人の回答になってませんけどね、馴染まないってことですよ。もうね、馴染もうと努力しないということですね。いや、馴染むことは大切かっていうと、それほど大切じゃない。日本人はまあみんなで馴染もうと必死にしてしまいますよね、空気を読む。そうじゃなくて、自分の与えられた仕事をコツコツやればいいんで、別な他の人とそんなに馴染まなくていい。最初電話かかってきたら、今は電話かかってくるかもしれませんが、かかってきたら電話取るの怖いのはもう誰でも同じですからね。はい、まあ、1年も経てば少しは慣れるかなというぐらいが一番いいんですが、仕事はみんなに慣れて人の輪を作るのが仕事ではなくて、自分が与えられた仕事を適切には相手周りとコミュニケーションが必要ですがね、基本はやっぱり自分の仕事をコツコツしっかりやるっていうのが基本なんで、それを先にすると、それで人との輪とか、それからまあパッと電話に出てパッと気の利いたこと言うっていうのは後でいいと、まあ、いうことがまあ基本でしょうね。まあ、心理的な部分で心配だという方が、まあ、あの個々人の、ね、性格的なところであるんでしょうけどもね、やっぱりこう仕事っていうところに目線を移しますと、やはりそういったところが参考になるのかな。あのね、だけどね、あの鳥居さんっていう方がやられてるね、上がり症症候群の克服学校ってあるんですよ。はい、僕何回か、もう素晴らしいですね。というのはですね、今私が言ったのは根本的な原因ですよ。はい、ところが根本的な原因だけ聞いてもね、例えばそこは上がり症だけど、もう人と話せない、汗が出ちゃう、そういう人が具体的にどう克服するかっていう訓練を2年間ぐらいでやるんですよ。もう素晴らしいんですよ。もう前もう人の前に出たらブルブル震えちゃうとか、もう汗ダラダラとか、一言も聞けない人がね、2年間訓練してね、で僕はそこでどういうこと言うかったら、それは自分を捨てた方がいいんですよとか、そういうね、くだらんこと言うわけですよ。で それはただベースとなることであって、はい、それに対してどのようにアプローチしていくか、で、まあ、人と見知らぬ人と一対一で話す、こういうテーブルなんか話すことから始めて、はいはい、そのうちこうあの舞台に出て、それで書いてあるものを読んだりしてっていうね、きちっとした訓練が出て、でもう2年ぐらいするとね、本当に普通になります。あれね、本当にもう勲章をあげたいぐらい立派と思いますね。やはり何事もこう繰り返し訓練するって、上がり症症候群なんとか鳥居さんっていうのが理事長の人のところですね、役に立つと思います。ありがとうございます。はい、では続いてお二人目の質問に移っていきたいと思うんですけども、はい、人事担当者のお話ということになっておりますけども、はい、毎年新入社員を迎えますが、最近は半分近くが数年で辞めてしまいます。どうすれば辞めないようになるのか、職場の雰囲気をどうすればいいのか、上司や先輩がどう接すればよいかなど、アドバイスがあればお願いしますというような話です。はい、これはね、もう絶対アドバイスしたい。はい、私がね、ある大学の学長代理やってる時ね、はい、こ
これ飛び離れた話、これと違う飛び離れた話みたいに聞こえますけど、はい、全く共通してるんですが、先生方がね会議でね、もう学生が勉強しないで困るって言うんですよ、はい、ね、うん、学生が勉強しないで困る、うん、でその時に僕は何つったかったら、いやいや先生ね、ここにいる先生が変人なんですよつと、ね、勉強が好きな人なんてめったいませんよ、変人だから僕ら大学教授でこっちね、だから学生が勉強が嫌いだなんて文句言ったらしょうがないじゃないですかと、こう言ったんですよ。その心の裏はね、何を言ってるかって言ったら、みんなが自分を中心にものを考えるんですよ、うん、誰でもが。だから会社でね、悪いことにはね、会社で、まあ、さっきの殺された40歳の人はどうだ、はい、どう言ったか分かんないけど、うん、要するに自分はこんなにできるのに新人はできないとか、仕事をどんどん やらないとか、近頃の若者はどうかとか、そういうことになっちゃうんですね、うん、で大学に入る学生は勉強嫌いだとそう思わないんですよ、うん、大学に入るのに勉強しに来た人っていうのは、勉強したいと言って入ってくるのは普通 20%、 50% は友達作りたい、 30% スポーツしたい、それでいいんですよ。だけど別に試験受けないって言ってないんだから彼ら、試験難しくすりゃ勉強しなきゃ落ちるだけのことなんだから、うんうん、だけどそのね、要するにね、本人の方に目を向けない、自分から見ちゃう。だからもうこういうのは全部ね、上司の責任です。職場と上司の責任、職場と上司の人が新しく入ってきた人、せめて最低でもね、自分が入った時のことを思い出すことですよ、うん、それすらしないんですよ。あの、なんだお前はって言ってるわけだ、なんでお前はったってね、例えば赤ちゃんがもうそこら辺舐めたりなんかしてると、なんか壊したりする、あれは人生で初めて見たものを体験しようとしてるわけですよ。したら人生で40ぐらいまで40年も暮らしてきたのがね、そんなとこ舐めたら汚いって、それはバイキンの理論とか全部知ってて言ってるわけで、その赤ちゃんの立場になったら当然舐めると。だからじゃあ赤ちゃんが危ない目に遭わないためには、自分が、赤ちゃんがこれを覚えてほしいというものをよく考えてね、周りに置いとくことなんですよ。一番あの抜けてるのがね、赤ちゃんが触っていけないハサミをそこら辺に置いといて、赤ちゃんが触ったら、あとハサミ触っちゃいけない、それが一番くだらないわけだ、ね、赤ちゃんがハサミ分かんないって決まってんだから、手切らなきゃ分かんないんだから。だけどもそれを少しずつ覚えさせるためには、まあひどいくなっても怪我はしないぐらいのものを置いといて、それでちょっとついていたやつ泣きやすけんだら、ほら分かったでしょって。だから新人もそうで、辞めない上司を作んなきゃいけない。人事担当者は新人を見るんじゃなくて新人の上司、だから辞めたところの上司は全部一階級降格させれば分かりますよ。責任重大ですね。つまりね、相手の立場になって、だからその学校の教授だったらね、はい、新入学生の気持ちにならなきゃいけないんだけど、はい、もう全然なろうと言わず気持ちがない。第一ね、自分ね、学生の親が払ってくれたね、授業料で生活してんのにね、感謝の気持ちもないんだから、お前ふざけんじゃないよとね。それは学校の教授だから偉いし、はい、ちゃんとしてますけど、はい、だからといってやっぱり一宿一飯の恩あるんだから、学生のこと考えろって言ってるわけですよ。まあそういうことですね。まあいきなりね、授業に行ってみたら、もうすごく難しい言葉がバーッと流れてきたりする。もうそれだけで授業に行くのがちょっとね、めげることもあります。だからこの人事担当者はまずね、上司の教育講座をやるべきです。なんだったら私が言ってあげて、ね、それでもうちゃんと話をして、あなたが悪いんだって、あなたの心、それでちょっと例題出しますから、新入社員入ってこういう人、どういう仕事を与えて、どうなったら本人が、ちょうど赤ちゃんの周りに危険なものを置いとかないと一緒ですからね。それで健やかに育って、それで覚えていく、一番早く覚えていく。それに親が頭をひねんなきゃね。だけど大体の親はね、自分が変なの置いといてね、赤ちゃんが触ったら怒ってんだから、何やってんのって感じなんだけど、まあそういうことですね。まあ、武田教授の研修プログラムっていうのがね、できるかもしれないということですよね。ぜひ私も参加してみたいなと思いますね。はい、それではですね、お話どんどん進みまして、今日は次の話題にも行きましょう。行きましょうか。では
なかなか進まない国会に代わって勉強するというタイトルもサブにつけてもいいんじゃないかっていうぐらい、この難しい問題にも突入する、はい、行きましょう。憲法改正問題ということで、はいはい、これまではあの憲法の成立時期の話ですとか、はい、前文と9条の話というものをしてまいりました、はい、であと少ししますと、まあ、ゴールデンウィークということで、はい、5月3日は憲法記念日もありますので ね今のうちに少し勉強していきましょう、ということですが、まあ、今回はこちらの話なんですね、はい、さあ日本人が決意すること、はい、私たちは独立するのかということで、はいはい、まあ、今公選権の話、はい、そして中流軍の話っていうのも前回もね、はい、話取り上げましたけど、ね、先生、今日はどんな感じでいきましょうか。まあ、今森友学園とか、はい、加計学園とかそういうなんか日報の隠した問題とか、はい、そういうのばっかやってますから、はい、せっかく憲法を改正するかどうかのチャンスを逸しつつありますけどね、はい、だけどやっぱり日本人にとってさらに子どもたちにとってですね、憲法非常に重要ですね、はい、特に一番重要なのはね、あの今我々が日本人として決意しなきゃいけないのは、現在の日本は独立してないんですよね、はい、だから独立してない国のまま行くっていう考えもないじゃないです、はい、だけどももう一つはやっぱり戦後70年も経ったんだから、やっぱちゃんとした独立した国をね、はい、子供たちに渡すというふうに決意するかってことですね、うん、なぜ日本が独立してないかっていうとですよ、まず第一に公選権がないということですね、はい、で国が一番大切なのは、この前ちょっとお話しましたけども、はい、国として一番大切なのはなんで国が必要かと、それは守ってくれるからですよ、一人じゃ守れないから、はい、だからみんな同志が集まって、日本人なら日本人さんが集まって、まあ、日本人がひどいことにならないように、そこでやろうじゃないかっていうのが国ですから、はい、だから国が戦うことができなかったら国って、ね、何のためだってなるから、だからまずは、軍隊を持って、軍隊が公選権を持つということをやらなきゃいけないです、うん、そういう軍隊を作るだけの信頼感が国民の中にないんですけどね今、うん、軍隊をうっかり作っちゃうと軍隊が暴走するんじゃないかと、うん、戦前の軍隊ってのは暴走したわけじゃないんですよ、うん、軍隊は必ず戦争を嫌がりますから。どうしてかって言ったら、これはもうずっと何千年もだってか、なんでかって言ったら軍隊が先に死にますから戦争が起こると、うん、それよく分かってますからね、はい、傭兵の時代は傭兵を金で雇って、前列三列は傭兵で、後ろに正規兵で、それで傭兵を全部死んでもらって自分たちが勝つっていう戦法もないじゃなかったんですけど、もう傭兵が終わってから、つまりフランス革命以降はですね、まあ、原則として戦争をやった人が死にますから、うん、ですから民間も死にますけど、戦争に行った人の方がもっと死亡率が高いですからね、うん、だから軍部が戦争を煽るってことはないんですよ。あの時に戦前に煽ったのは朝日新聞なんですね。それは当然そうなんですね。これはまあオルテガ・イ・ガセットっていうイタリアスペインの作家もそうね、大衆の反逆の中で書いてますけどね、はい、だから結局我々はそういう誤解を解いて、軍隊を、我々は日本軍を信用できるかっていうこの問題ですね、うん、戦前が本当にどうだったのかっていうことで、公選権持てない限りは日本は独立しません、絶対できません。それからもちろん駐留軍がいるんですよ、アメリカ駐留軍が、はいはい、アメリカ駐留軍の方が強いんですよ実は、自衛隊よりか攻撃能力ありますか ら日本の中で外国の軍隊が駐留してるのはもちろんあの属国ですよ、これ当たり前なんですけどね、ですから、交戦権を持つ軍隊がいないってことと駐留軍がいるってことで日本は独立してないんですけど、まあ、それでいいっていう考えもないじゃないと思います。僕はあの人の意見を否定するわけじゃないんでね、ただ僕が質問すると質問に答えてくれないっていうのは困るんですよ、うん、要するに平和憲法を守れっていう人たち、アメリカ軍いてもいいっていう人たちに僕が聞くんですよ、いろいろ具体的な話を、今みたいな話を、うん、そうするとね、この前もう3年ぐらい前ですけどね、有名な、割合有名な そういう市長の人の党の偉い人が来て名古屋で講演したから、はい、で僕がいろいろ質問したんですよ、はい、したらね、その話はまた次の時にしましょうって言うんですよ。でそういうことを言ってるとね、要するに日本が独立するかどうかは僕ら親が決めなきゃいけないんですよ、うん、ね、だからそれはもう憲法の議論よりか前っていうか、まあ、憲法9条どうするなんてこと今やってますけど、第3項を付け足すとか、うん、そういうことはまあ政治家がやるにしても、我々はやっぱり、我々は独立した国を子供に渡すのか、うん、それともアメリカ軍に支配された国、あの実はね、こういうともう僕、我々と日本、審判っていうか日本を大切にする人なのに、残念なのはね、うん、昔は
戦争する前は、はい、アジアの中で日本がね唯一、あ、まあ他はフィリピンもインドもそうだったけど、白人に対して頑張って戦って絶対に従属的立場にならないぞって言ってたのが日本、うん、白人は強いからしょうがないから白人側につこうってたのが中国だったんです、うん、で日中戦争が始まったんです、はい、ところが今ねアジアで最も裏切ったのが日本なんですよ。日本だけが裏切りましたね、そしてアメリカ中軍駐留軍をずっと置いてます。ベトナムもフランスとも大きく戦ってねものすごいあの犠牲出しましたけど、はい、やっぱり独立してますね。インドネシアもオランダをやっつけました。インドもそうですね。でせっかく日本が民族自決で独立しようと言った日本がアメリカの駐留軍認めてて、他の国は日本がそう言うんなら俺たちも頑張ろうって頑張った国があの軍あの白人を追い出して中国が今度白人側から自分のところに寝返ったっていうね、まあちょっとこれどうかなと思いますね、うん、だからここは一番今度憲法の日が来ますので、はい、ご自分でもじっくり一人一人も考えてもらいたいし、うん、それから友達とかそういう人と議論してほしいと思いますね、うん、はい、はいはい、では今日はもう一つ話題に、はい、行きたいと思います。記録更新のような感じもしますね。お話の記録更新だけどまあこれ聞いてる人が武田もっとゆっくり話せって言うかもしれないからまた次回にまたその時は話しましょう、はい、常に相手側に立たないといけないですね、はい、今日はこの話題も視聴者様からの質問ということで取り入れてみたいんですけども、はい、車の自動運転の話なんです、はいはい、車の完全自動運転は一般化するまであとどのぐらいかっていうようなお話なんですよね、はいはい、コンピューターの頭脳はすでに、はい、コンピューターの頭脳自身はすでに人間を追い越してます、はい、それからコンピューターの記憶能力、はい、あのコンピューターの力ってのは人間の思考能力みたいな、これはもう越してるんですね。それから演算能力って言うんですけどそれ越してるんですけど、それからもう一つメモリーですね、記憶能力も越してます、はい、もうすでに世界中の人を全部覚え、その人の毎日の生活を全部記録するだけの記憶容量もあります。ですからそれ全部整ってますが、人がいないんですよ。そういうことをやる人がいないんですね、はいはい、それでこれは車の自動運転というのは車を運転している人が人間よりか優れた判断ができる運転の車なんですね、はい、そうすると何が難しいかというと判断能力と車というものとの間の駆け引きがあるんですね。これ IoT って最近言ってるんですけどね。だから、AI というものが実現するには一番先に実現するのはね、お医者さん弁護士これが全部いなくなります。つまり単純じゃないけど物に関わらない頭脳運動、これがね一番簡単に先に行きますね、はい、お医者さんなんか今ほとんどそうなんですよ。実はレントゲン撮るでしょ、あれもほとんど今お医者さんがレントゲン見てないんですよ、はい、レントゲンは昔写真だったから、はい、人が走って診療所に持ってったけど今は電子データで、それがどこに行ってるかっつうと例えば大きな病院でもレントゲン写真撮ると、あ、時間あります？レントゲン写真がレントゲン写真解析センターに行くんですよ。そこで専門家が見るかコンピューターでこれ肺炎がどのくらいとかやってそれが5分ぐらいで帰ってくる。それを医者が見るんです。ああそうかこれはこうか、それで、全部検査データも理解してそれで患者さん呼んでそれであのレントゲンの写真示してここがこうですからもう教えられてるからだからね、あの、まあ、全員はいなくなりませんよ。裁判官も全員がなくなりませんが裁判のほとんどはなくなると思います。だから頭脳だけのやつが先に交換してきますね。これはまあ10年以内に進んでいきますね。それからもう一つは頭脳と物とのこう接触が大切な自動運転とかですね、現金なんては先になくなりますね。預金通帳、ハンコ、免許証、こういうのは先になくなります。これはあの頭脳だけだから、こういった頭脳だけは先になくなっちゃって人との物とのやり取りが残りますね。だからまあ車が全部自動運転、それでも10年ぐらい経つと一部の車は全部自動になると思います。あ、今度ちなみにねアメリカで自動運転車初の死亡事故ありました。あれは自動運転じゃありません。あれ自動運転じゃないんですよ。あの自動運転というものから、運転補助、つまり勝手にあの車庫に入るとか、はい、そういったね自動で車庫に入る、その間のものなんです。あれステージ2かステージ3つってね、
こうステージに分かれてるんですよ、やられることが、うん、あれ本当ハンドル握ったんじゃない、知らん顔してたからだったんですよ。だからあれをまた自動運転 の、 あの車が死亡事故っていう報道自体が嘘なんですけどね、うん、嘘にまみれてるからね、分かんないんですけど、そういう感じですね、うん。まあ、今後もこういった自動運転の話題もね出てくるかとは思いますけども、いろんなところにやはりあのアンテナを張りながら検討していくといいかと思います ね、はい、終わっちゃったんですか全部の課題を。課題今日先生クリアでございます。全部クリア、はい、じゃあ余っちゃったじゃないですか時間は余ってはいないんですよ、皆さんにお知らせもありますので。あ、そうですか、はい、じゃあ、あとはゆっくりお知らせをお願いいたします。はい、ありがとうございます、はい。さあ、それではお時間がそろそろエンディングの方に入ってきたということで、今日も盛りだくさんでお届けいたしましたけども、番組では視聴者の皆様からの武田先生の質問、それからこんな話題を取り上げてほしいなどなど、クローバーネット TV のメールフォームからぜひお送りいただければなと思います。またですね、この番組の放送回数や時間を拡大してほしいというご要望などを多数いただいておりまして、本当にこれはありがたいことなんですけども、まあ、何を隠そうも武田先生も大変お忙しいということと、クローバーメディアの財政状況というかね、現実的な問題と、今はまあ精一杯ということなんですけども、まあ何か今後もっと前向きな方法でできないかというところも検討しておりますので、ぜひスタッフはね、ちょっと時間があって今ちょっと言いたいことができてきたので、よろしいでしょうか。どうぞどうぞ、ぜひぜひお願いします。これね、この老人の嘘、はい、このもなかなかいいんで、はい、あのもし欲しい方がおられたら、はい、クローバーネットにお申し込みいただいたら、はい、僕が5冊プレゼントで差し上げます。プレゼントの情報が、クローバーネットはあの貧乏人なんでまだ今はいはい、はい、そんなすぐにプレゼント決められませんから、はい、あの 私も貧乏人ですが5冊、はい、なんかあのこのここに出したらいいの、はい、そうなんです。メールフォームの内容に沿いまして、お送りいただければ、はい、あのね、老人の嘘っていうのがあのなんか科学者が解くって書いてあるんですけど、これがなくても老人が高齢者でもそんな間違いはどうでもいいですから、はい、タイトルだけでも武田邦彦先生の本が欲しいというふうに書いてもらえれば、それでいいです、はい、5名様に5名様たくさん応募があった場合はどうしますか先生。まああの桃子さんに任せます。あら、はい、じゃあ抽選でだからイケメンは入るとか写真付きでは応募しあのね、あの応募していただくってもなかなか難しいでしょうか。その時は厳選の上ね、はい、抽選の上でその5名様を、はい、ではあの選ばせていただくということで、はい、でも発想を持って、はい、はこれ全然打ち合わせないからそうなんです。反対厳選いいですよ。いいですか、はい、じゃああの先生からのお申し出、急なお申し出プレゼントでプレゼントで、はい、ありがとうございます、はい、ということで皆様あのぜひこの本欲しいという方はクローバーメディアの方の公式のホームページにメールフォームがありますので、そちらの方に必要条件を、ね、どういう本かっていうのはね、はい、Amazon の紹介がネットであるらしくてね、あ、はい、それである人がね随分丁寧に説明してあるから、はい、出版社がしたんですけど、はい、もうあれ読んだらもう本買う必要ないなんつってる人もいるぐらいですからまあ読んでいただければ大体内容がわかると思います。はい、はいはい、ありがとうございますそれでは次回の放送の予定です。4月の27日の金曜日の夜7時から、今回と同じ埼玉県志木市のスタジオからお届けいたします。武田邦彦の本当の話、また次回もお楽しみに。今日は先生本当にありがとうございました。どうも失礼いたしました。